山口親子の長町とね、山口です。まあ今日は仕事帰りで支払いをしてきたんでね、帽子はね、かぶってないんですけどね、今日はお話をしようかと思って動画を撮ってます。何を話そうかというと、お金は大事だよという話をしていきたいと思います。使えば使うだけ減ります。私も好きなものを買ったりとね、遊んだりとね、貯金のお金もねしてますけどもね、はい、それ以前に結構ね、出費の方もね、支出が結構すごいするんですね。増えるのはまあギャンブルとかそういうのだと思うんだけど、僕はね最近ギャンブルもやらないし、まあ、とりあえずね何か楽しいことをしようね、何か動画を撮ろうって考えた時にね、もしお金使う企画とかあればね、結構バンバン撮りますよね。どうせ、まあ、お金のね、まあ、使い道なんですけどもね、まあ、あまり使いすぎないようにしようっていうね目標を立てています。私は使いすぎると最終的にね、あーこれ買わなきゃよかった、あーこれ買うんじゃなかったって後悔はします。ですけど後悔しないものもあります。はい、後悔しないものもあるんですよね。なのでね、お金は大事に使いましょう。あとね、まあ、借金をねしないように皆様ね、謙虚な体で過ごしてくださいね。今日はねセブンイレブンに、来てですね、こちら7チットレッドブルーを買ってきました。食べて飲んで終わろうかと思います。はい、うん、まあここは食べ物の話なんですけどね、まあ、僕コンビニだとファミリーマートのファミチキとセブンイレブンの7チキが結構好きで、この油感が最高なんですよね、本当に。あと、まあ、人間についてなんですけども、まあ、人ってそれぞれ性格があります。学習障害、勉強ができない障害もあるし、アスペルガーですね、りっちゃんが患ってるアスペルガー症候群、まあ、睡眠障害っていうのもあるし、知的障害もあるし、直覚、まあ、耳が聞こえない障害とか体の不自由な方の障害とかもあります。自分は精神障害じゃないけど知的障害かな、勉強ができない、まあ、学習障害って言われてますけど、はい、勉強ができない障害ですね。僕の場合はね、まあ、仕事とかで結構同じミスをしてね注意されることがあります。ですけどね、注意されても次やらないで切り替えようっていう気持ちで僕は頑張ってます、はい、とりあえず今日はね、ひたま字幕入れない動画でもたまに面白いかなって僕は思ったんで、今日は撮らせてください。お金は大事だよ皆さん。これいただきます。そういや思い出したな、以前親父と山口の父親とセブンでね、こうやって動画撮ったことありましたね、一回昔ね、あれあったね、一回。なんかビジネスはなんか今やなんかネットで稼げる時代ですみたいな話してますよね、前昔。あれを思い出すな。はい、最後にね、まあ、結論から言わせていただくとね、皆さんはね大事にお金を使ってね、まあ、なおかつ貯金もねしっかりとしてね、たまに親孝行してください。実家で暮らしてる人はね親孝行ちゃんとしてください。まあ、僕もね実家なんですけども、まあね、とりあえずそういうことで今日はこの辺で失礼します。山口先生、今日はお金についてのお話をさせていただきました。それではまたね、バイバイ、次回の動画でお会いしましょう。はい、今日も山口親子の動画を見ていただきありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の山口親子の形の動画でお会いしましょう。バイバイからのアディオス。